なんか髪の毛の量増えた。さあ皆さんこんにちは。のさしゃプロ森ちゃんでございます。本日はですねちょっとダークなイメージがあるかもしれません、姫コンドルの特集でございます。はい、行ってみましょう。どうぞ。はい、おはよう。朝ですね。めちゃくちゃ開いてます。今日天気いいからもうね、画面上に入らないんだよ。バヤン今日もかっこいいね。それでは体重を測ります。はい、乗れる。はい、いいね、いいね。お、いいですね。はい、体重はじゃん、1618ですね。よいしょ。はい、オッケー。よいしょ。はい、乗れますか。あら、かわいい。中指長いね。コンドルの足は、タカやワシのようにガチッと掴む足ではなく、地面を歩くのに適している。実は地上向きの足のスタイルなんです。なんて言ったってもう、この、頭ですよね、特徴的なのはね。コンドルとか、あとはハゲワシ、死肉を漁るときに自分の頭の毛が邪魔にならないようにってやつです。はい、そしてこの鼻も特徴的ですね。反対側が見えちゃうんですよ。はい、奥の景色が見えちゃいまーす。はい、この嗅覚で獲物を見つけるわけですね。ちゃんじゃないですか。あ、まつりちゃんも元気そうです。ちょっと後ろ側にも回らせてもらいましょう。すごい、あったかそう。すごい、あったかそうですよ。鼻の先までしっかりと当ててます。なんか影もかっこいいもんな。羽も黒じゃなくて茶色とか青とか、やっぱり光沢があって美しいですね。美しい。お、かわいいですね。横から見てもちょっとかっこよさがまた違ったかっこよさが出ますね。次は羽広げて、はい、太陽の光に自分の羽を当ててるんです。体温を上げるのもあるかと思うんですけど、羽を殺菌したりすることもあるんですね。エヴァは実は顎の背が上手です。かわいい。自分のお気に入りのスタッフにしかしません。なんか髪の毛の量増えた。寒くなってきたから髪の毛の位置変わってる。かわいい。皆様いかがでしたでしょうか。意外にも本当にこんなラブリーなところがある動物だったんです。エミューちゃんも可愛いんですよ。はい、さあそれでは皆様グッドボタンコメントお待ちしております。もう結構雪が降ってまいりました。ミドのサファリ札幌も冬は冬で楽しめることたくさんありますので、ぜひよかったらチェックしてください。それではまたお会いします。森ちゃんでした。またね。